はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、ケーマスのダイレクトドライブ15ニュートンね、まあ、いよいよパソコンに接続して、ちょっと味わってみようかなと思ったんだけど、一難去って、また一難です。ね、元気なおじいのね、このコックピットに、このケーマスがね、そのままつけることができませんでした。で、とりあえずテーブルにね、まあ、穴開けてでも、まあ、ちょっと固定して走ってみたいなと思ったんだけど、ここでね事件なんです。実はねケーマス今ペダルが今新型が製造中で、でそれがねセットになってないんです。で、日本の正規代理店ね、バーサスさん、あそこも入荷してないです、ね、予約はしてるけども予約したかな、ね、まだ製造中なんで入荷がないので、まあ、今公式でも正規代理店のバーサスさんでもこれなんだね、ステアリングとダイレクトドライブね、モーターのセット、まあこれがフォーミュラ系のね H 型かこの深淵かこれとのセット、もうこれしかないです。今ペダル付きの3点セットっていうのが存在してないです、ね、で元気なおじいのところにそのペダルが来るのかっていうと、元気なおじいのリンクからいっぱいね、公式の海外の公式、このね円安になってる時に海外の公式でいっぱい売れてね、いい結果が出たらペダル考えるねって言ってたけど、おそらく今この状況だと無理だよね。そんなわけでペダルはね今のところやってくる気配がないね。でそこで、しょうがないのでモザね、モザレーシングのこのペダルを今これにねつけようと思ったわけです。でモザレーシングはね、これが USB でこれが電源で、でこれがペダルなんです。でペダルをつけようと思ったら、あっと思ったんだね。これモザレーシングのこのペダルつけるとこがここなんだよ。で、ケーマスはここなんだよ。でこれ見てあっと思って、でこれねピンを見るとこれね8ピンなんだね。これね、この幅もこれぐらいあって8ピンなんだよ。これねモジャはペダル8ピンこの幅なんだね。でケーマスはそんなに広くない。これね、これ中見るとこれね6ピンなんだよ。これ6ピン、これ 1,2,3,4,5 6ピンでしょね、6ピンなんです。でだ情報量はモジャの方が8ピンを使ってるから多いんだろうね。なんか何ビットでってなんかあったような気がしたけど、なんか8ピンと6ピンだとなんか8ピンのモジャの方がなんかいいような感じがするけどね、わからない。でもなんか情報伝達の数がね2本違うとなんか大きく違うと思うんだけどね。それでモジャのペダルを使うのはとりあえず諦めるしかないわけです。でそこでおじいが考えたのがそうなんです。これなんですね。でこのペダルはロジクールのペダルです。であと PXL の V900 と V3 があるんだけど、どちらも同じなんです。でロジクールと PXN のペダルはこれ同じ、これねこれ見ると4ピンなんだよ。これ4ピンでこれをねよ合うのかなと思って見たら、今度これがねこれ細くてゆるゆるで幅が足りない。4ピンと6ピンなんで幅が足りないね。なのでこれちっちゃい、この4ピンなんだよこれね。
いやーそんなことってあるのかなと思って、でロジクールと PXN は見た目が同じなんだけども、同じ4ピンなんだけど入れ替えて使うことは、ま、あのパソコンの設定でできます。ブレーキとペダルが逆の配線になってますね、あの同じのから信号を送るけども、これの取り付けがね逆になってるんだね。うん、あの過去の動画で説明したと思うんだけどね、そんなわけでよいしょ、ちょっとねバッテリーも一緒に、バッテリーも一緒にね小指一本でこれ持たなきゃなんだ、これ小指でこうやって持ちながらね、このカメラをこう持ちつつこれを持ってねちょっとこう移動という、ね、これがこれがロジクールでしょ、でこれが PXN で今 V3 なんだけど、あの V900 と全く同じなんですね。これがね見たら同じ 4P で過去に入れ替えて、あの使ったよね、アセットコレサーやったよね、モザでね、まあモザやる前かね、比較検証でね、で全く同じなんだけどアクセルとブレーキが逆なんですこれね。で V900 と V3 は全く同じものを使ってますね、まあ、その違いがありましたということで、今回はいやちょっとこれね参った、あのハードウェアってね、ハードウェアはねこれダブル認識無理だよね、これどういうことかっていうと、ロジクールのハンドルを認識させるのとこっちをダブル認識がいくと思うんだけど、ゲーム中にどっちを使うっていうのがあって、だから行かないと思うんだよねこれね、だって本体に入力して使うやつだから、これをまず K マスを認識してここに接続してる、あの連動してねペダルが動くわけなんで、あのシフターとかこれみたいに行かないでしょうこれね。これね6ピンなんでないです、ペダルが。なので元気なおじいがねできるとしたらね、同じこの USB で XBOX のパッドを接続することができるから、パッドのアクセルとブレーキを使いながらハンドルをこっちにするっていうのはできるのかな、どうなのかな、無理かな、コントローラーのあのセッティングだと多分無理だな、あのやっぱステアリングの認識とパッドの認識とあるからね、ボタン開けるできても無理かもしんねえな。ということでペダルがない1段差ってまた1段です。いやペダルがないとねレビューができないね。これこのまま海外を繰り返すで、ね、すいませんっつって、おじいの環境ではレビュー無理ですって、ね、いやそんだけでねちょっとがっかりなんだけど、いやもうあの早く味わいたくてうずうずしててね、テーブルまで持ってきたのに本当ここまで頑張ったんだよ一応ね、コックピットには取り付けできなくてね、しょうがない、あのモザもちょっと外したのにね、テーブルをここまでわしわし重たいの持ってきてね用意したけども無理ですね。まあ一応ねパソコンで起動してアプリをインストールして認識させるっていうところは行くと思うから、あの電源を入れてグーンっていうのはね多分行くと思うから、まあ、そこまではねやりたいと思います。はい、そんなわけでなんかこれってさ、鎖につながれたワンちゃんの手の届かないところになんか美味しいお肉があるような、あのその状態じゃん、なんか手を伸ばしても届かないグーッつってね、いやー参りましたこれはね。はい、そんなわけでね、暇つぶしになった方はグッドボタンでも押しておいてください。おじいはもう泣きたいよはい、運命でした。ああ。
本当に運命なんだよ、こういう運命なんだよで、いやーゲーマスの担当者さん、一生懸命優先して早く送ってくれたのにね、本当ごめんね。でペダル送ってくれよペダル。はい、それではね、ここで一回終了したいと思います。